天ぷらの名店綱八にやってまいりました。お昼のメニュー昼膳をいただきました。いや非常にですね美味しゅうございました。意外とですねボリュームがあってですね、結構大満足っていう感じですよ。あとですね米がうまかった。変わった点で言うとお塩がね、普通天ぷらといえばつゆじゃないですか、つゆですけれども、お塩が3種類もありまして、通常のね白い塩と、あとゆかりが入ったしその入った、紫色の塩と、あとこれがね変わってるなと思ったのが緑色で、最初なんか抹茶系の塩かなと思ったんですけど、なんかわさびの塩で、このわさびの塩がね何とも言えないパンチが効いていて、本当にちょっとつけるだけでもね、結構わさびがたくさん入ってるお寿司を食べた時みたいな、なんか鼻がね結構スーンとくる感じでね、でそれをこうちょんちょんってつけて食べるっていうのは非常に美味しかったですよ。平日の昼間から天ぷらなんか食べちゃって、かつねお店の人のオーダーもお飲み物何になさいますかっていう、明らかにこうビールを誘ってるっていうこの雰囲気、まあ非常にこうハイグレードな感じですね。新宿に来たらですね、ぜひこの綱八お試しください。